はいどうも、楽しみ5分の時間です。いや今日はですね、チーズバーガー大会でございます。チーズバーガー大会、どうしてもマクドナルドさん食べたいぞというふうになりました。マクドナルドさん食べたいぞというふうに記事もなりましたよ。で、何を食べるかというと、最近バイトかね、バイトかそういうのもやってるし、なんかもう食べてるしっていうのもありますけど、やっぱ一番お買い得なのはこのチーズバーガーですから。お買い得なのはね、お買い得なのはチーズバーガーですから、じゃあ大会にしちゃおうと、食べちゃおうと、今日これです。あれです、食べたいだけ食べちゃおうということにしました。乾杯乾杯乾杯、いただきます。美味しい。さあいただきます。何個食べるでしょうか。1個目です。やっぱ美味しいね。うん、うん、最高だ。もちろんダブルチーズバーガーとかグランベーコンチーズですか。あ、おいしい。グランベーコンチーズおいしい。あの倍なんか最高においしい。美味しいですけども、このチーズバーガーのお買い得感たるやん、そりゃないですよ。マクドナルドさんもね、そうおっしゃってますよね。おっしゃってますよ、チーズバーガーお買い得なんですと。今の何だったんだって話ですけど、おっしゃってるじゃないですか。僕もそう思う。一時期ね、僕がこの都会に出てきたばっかりの頃、もうばっかりの頃でもないか、でもばっかりですね、出てきて1年とかいう頃、めちゃめちゃ安い時期だったでしょ。ハンバーガー30円とか40円とか50円とか、なんかそんぐらいじゃなかったですか。チーズバーガーでさえも100円、100円以内だったさ。あの時期懐かしいですね。ああ懐かしいね、そういう時期があった。あの時期はたさ、ほらこういうね、 こっちにつながるからね、助けられたな、助けられた、本当に助けていただいた。そういうのもあるし、味の進化、バンズも美味しくなってね、美味しくなってありがたいですよ。やっぱこのボリュームとかで考えると、やっぱりチーズバーガーなんだろうな。チーズバーガーをこうやって何個か買う、ただやっぱり新しいバーガーとか
違う味も食べたくなるから買っちゃうんですけど、本当の本当を考えるとこういうことなんだろうね。チーズバーガーを何個も食べる、どうして思ってた今日。それが正解なんだと思いますよ。このチーズバーガー大会のようにね、まあそんな何個も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 食べたくなるってことは皆さんの場合はないでしょうから、あれなんですけど、マヨネーズ先生いきます。残り少ない方から、うん、またほらまたほら、そういえばあん、あでもチーズバーガーに入ってないからな、チーズバーガーにはケチャップしか入ってないでしょ。もしマヨネーズ先生入ってんだったら、マヨネーズ先生多めでとかお願いできるかもしれない。かける場所間違ったこれ、うん、ありがとうございます。チーズバーガーは汚れないのよ、綺麗に収まってるからびちゃびちゃしない。もう豪華なやつはあの紙で包んだまま食べなきゃいけないけど、チーズバーガーハンバーガーはこうやってね、手で持って食べることもできますから、ここら辺もね優秀なところであります。よろしいな、いいな、幸せない、幸せだ。マクドナルドチーズバーガーをこうやってゆっくり安心して食べられる幸せ、どこにでもあるこの、どこの国行っても、どこ必ずじゃないですけどに行ってもある食べられるこのチェーン店の安心感じゃないね。やっぱり知らない国とか行ってマクドゥーナルドかわからないですけどすいません書いてるか、クルー募集中、僕なんかは受からないね、マクドナルドさんのアルバイトの面接行っても僕なんかは受からない、見たことないね、だって帽子かぶってるからか、海外の方はたくさん見かけますけど、僕みたいに自分で言うのもあれですけど、太ってて眼鏡かけてハゲてるマクドナルドの方見たことないもんね、多分受からないね。ず発音するかどうかじゃなくて書いてもないな、書いてもないな、僕なんか多分ダメでしょうね、書いてないな、チェックチェックチェック、なんかチェックチェックチェックって
わかんない。わかんないです。来る募集中だそうです。ぜひ近くにマクドナルドさんがあって仕事探してる方はぜひ行ってみてください。これ何個目？2個目5個目です。なんか自分でもね、さすがだなって思いますよ。正直さすがだなって思う。ぴったりだよ、数ぴったり。チーズもほらくっちゃがってるわ。チーズもビョンって伸びてるわ。上にうなぎ登りしてるチーズが、こんなにもチーズがうなぎ登りしてるわ。こういうことですよ。こういうことなんですよ。これね、ちょうどよかった。これ以上、これ5個目、これただ3じゃ僕絶対足んなかったですよ。で6でも7でも多すぎた。5でちょうどよかったんだ。はあ、面白い。はあ、面白い。はあ、面白い。チェーン店の話してね。だからマクドナルドさん、ケンタッキーさん、セブンイレブンさん、行ったことない国でその看板見てちょっと安心するとこあるね。やっぱりある。それは商品のラインナップとかそういうのはもうそれはまあ違うでしょ。俺は違うでしょ。もうしょうがないですよ。合わせていきますから。好みで。中には宗教的なね、あれもあるでしょうからね。看板見て安心するっちゅうのあるね。日本人が外行ってもそうだし、外国の方が日本来てもそういうのあるんだろうね。あー、チーズバカ美味しい。これも美味しいな。やっぱりこれも美味しいね。チーズバーガー大会、木島がチーズバーガー何個食べるでしょうか。正解は5個でした。ジャストです。ジャスト、ちょうどいい。マクドナルドさんのチーズバーガー、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。はい、どうも。はい、お知らせの時間ですよ。お知らせの時間でございます。イマジナリーライン舞台演劇のお知らせでございます。10月17日から21日まで、シアターグリーン池袋です。池袋の駅からすぐ近くです。17、18日は夕方のみ。19、20、21日は昼、夕方です。稽古も絶好調で進んでおりまして、楽しい時間、間違いなく、楽しい時間を過ごしていただけるでしょう。これはもうお約束いたします。お約束して、木島と俺の好みじゃなかったよバカ野郎っていうこともあるかもしれないので、お約束するのやめます。でも楽しんでいただけるようみんな全力で稽古を励んでおりますので、皆様ぜひ遊びにいらしてください。たったた探検組合さん絶好調で、チケットバンバン売りまくり集団なので、大人気の劇団さんなんで、急がないとまずいっす。もう完売の回がポロポロと出てきております。ポロポロポロと完売の
カンパロパロパロとポロポロポロリと完売の回が出てきてしまっております。めちゃめちゃ早いんです。大人気の劇団さんなんです。もうたまったもんじゃない。こんなもうたまったもんじゃない。たまったもんどういう意味か間違ってる表現ですね。今のたまったもんじゃないとよくわかんないですけど、もうということで、もう急がないとチケットなくなっちゃいますからね。17、18もうダメでしょうっていう噂です。21の昼もう限界だって噂です。ちびっ子が泣いちゃうようなちびっ子が遊びに来れる会は19、20のお昼の会、21日は同じその回なんですけど、終わった後ゲームとかして楽しく帰れる回なんですけども、残りがないんじゃないかなって話なので、なるべくお早めのご予約、ちびっ子がご家族連れとかで遊びにね来られる方、ぜひこちらに遊びに来ていただきたい。終わった後ゲームしてお土産持って帰りますよ、ね、楽しいですよ。で、大人の方々、17、18、19、20、終わった後交流会やりますのでね、一緒に乾杯乾杯乾杯っつって飲みに行きましょう。楽しんでいきましょう。ぜひこの夜の会に大人の方々は遊びに来ていただきたい。池袋シアターグリーン、10月17日から10月21日の日曜日まで皆様にお会いできるのを楽しみにお待ちしております。木島お待ちしております。木島以外の皆さん、出演者の方々、スタッフの方々、みんなで皆様お待ちしてますよ。みんなで、そうだ、そうなんだよ。ご予約のリンクはこの動画の下リンクね、ご予約のリンクを、ご予約もう何回やってんだ木島くんと、この舞台の告知宣伝の動画何回撮ってんだっつって、もういい加減覚えろこの野郎っつって、この野郎っつってやってみたり してね、動画の説明欄にご予約のリンク、イマジナリーライン、ご予約はこちらからっていうのを貼り付けておきますので、そちらからのご予約をぜひよろしくお願いします。みんなで楽しんで感激した後、夜の会の夜は交流会しに行きましょう。皆様にお会いできるのを楽しみにお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは。